はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。5時半を回りまして、5時35分ですね。だんだん寒くなってきました。この部屋はですね、17度ぐらいですか。千代田区は8度だそうでございまして、明日の夕方からですね、雪降るんちゃうかって言われてますけど、別に降らんでいい。今回もね、天気予報が あれですね、外れてですね、そんな大量の雪が降らなければいいなと私は思いますけども、今年3回目なのこれで雪降ったら。いや、1回でええね、東京は。ほんまにもう積もらんでもいいんですよ。雪が3回か1回降って積もらない程度で終わった。ええねええね、それで。もう地球温暖化でも何でも我慢、何も関係ないもん、僕はね。さて、ザクザクでございましてですね、夕刊フジのサイトですね。昨日僕、あれゲラが来なかったんですね。昨日出すって言うたかったんですけどね、出たんでしょうかね、紙の夕刊フジ。まあ、私の出たら私のコラムが載ってるんですけど、出てなければ私の原稿は来週に回ったのかもしれませんね。はい、行きましょう。ザクザクでしてですね、こんな記事ですね、短い記事なんで読んでしまいますけど、これは今日の15時ですから、まあ今から2時間半ぐらい前ですね。北京五輪にプーさん持ち込み、やっぱり NG。習主席を指す隠語、検閲対象に。羽生結弦が出場した10日の北京冬季五輪フィギュアスケート男子の会場には、中国駐在の海外メディア関係者も観客として招かれた。参加者のぬいぐるみの持ち込みが禁じられ、羽生が好む熊のプーさんは携帯できなかった。なんででしょうね、書いてあるんですけど、プーさんは中国で体型が似ているとの理由で習近平国家主席を指す隠語として使われ、検閲対象になっている。つまりね、中国で熊のプーさんって言うたらね、そのつこたらあかんんですよ。ウェイボーとかに書き込んだら怒られるんですよ。で、なんでかっていうと、そう書いてある通りで、体型がお腹ポコッとして、短い足の体型がですね、習近平インテリアンということで、習近平の隠語として長らく使われていたんですけども、隠語としてでもダメということで、今全面禁止なんですよ、熊のプーさん。多分ね、ぬいぐるみもね、まあ売ってはいないしね、あんまりそれを持ってなんか変なことしてたら、あれですよ、捕まるかもわかりませんよ。多分ビデオとかも全部回収してるんちゃいますかね。なんか変でしょ。今回の大会では花束などをリンクに投げ込まないよう求めているが、ぬいぐるみの持ち込み自体を禁じたのはテレビ映りを気にした可能性もある。つまり熊野プーさんがですね、テレビに映ったりすると中国人が喜んでしまうわけですよ。プーさん映ってるやんみたいな感じで、でそれでまあ書き込みもまた増えるでしょうし、まあ熊野プーさんとは言わずにですね、なんか違う言い方をするわけでしょ。そんなんね、あのね、隠語なんてね、いくらでも作れるわけでしょ。熊野プーさんを禁止したら、そしたらな、あの違う言葉を言えばいいわけですね。黄色いクマとかね、あのイギリスグマとかね、あとはなんたらベアとか、とはいろんな言い方ができるわけだって。そう、なんていうか、こうあれですね、あれもぐらたたきみたいなもんですよね。次から次へと新しい隠語が出てくるわけだって、その都度じゃあ片っ端から禁止していくのかということになりますね。なんで、そんなもんね、いつまでも終わらないことになりますから、向きになってね、禁止してもしゃあないと思うんですけど、非常に恐竜って、あの度量は狭いですね、中国という国は。それくらいもうええやんと思うんですけど、逆にね、熊野プーさんを野放しにしてた方がね、ドイツが一番きついこと言うてるなんて分かるわけでしょ。逆にそっちの方が、分かった方が、そいつを何かの時に、パンとこうね、中国風に行けばですね、こう、
なんていうか、ある日突然消えてしまうということがあるらしいですからね、人間が。なんか、まあ、それにやりやすくなるわけですよね。で、隠語とか使われて、と違う言葉で言われ使われると、誰が何言ってるのかわからないっていうようになりますね。で、次から次、隠語が発生してきますね。もういたちこっかやん、そういう、ことをやってもですね。いや、それでも向きになってね、そういうことを、こう、片っ端から禁止しているのが今の中国なんですね。なんで、いかにね、体制側がね、そういうね、こう、一言半句もね、体制に対してですね、揶揄するようなことを許さないという、強硫になってるかということなんですね。それ逆の意味ではですね、それだけその、体制側が、共産党側がですね、こう、大衆がですね、そういうこう、揶揄をしたり、こう、隠語を持ってして、で、体制を批判したりすることに対して、ナーバスになってるわけですね。自信がないんですよ。それはこの今の習近平さんがトップに立って以降、そういう傾向がかなり強まっていると思います。もう今年で10年ですね。その前、胡錦涛さんの時代10年間あったんですけど、この時代はそれほどですね、こう、 うるさいことは言わなかったわけですね。で、公然と体制を批判するような人もですね、ノーノーと間違えてあるって。今はね、もうそんな時代ではなくなってる。胡錦涛の時代が大正デモクラシーとすればですね、今はもう全体主義の時代です。もう全然こう言論の自由がない東條英機の時代になってるわけですね、今の中国は。なんで、いや、そこまでやったところでね、当局を望むような、その、なんていうか、当局に対する批判を一切封じ込めたところで、その不満自体がなくなるわけではないですからね。それは当局の把握できないところで、ね、うごめいてですね、膨らんでいくかもしれません。現にゼロコロナ政策というのはですね、その最初の頃はさすがやんって、我々 の共産主義の、いや、社会主義の体制はね、自由とか民主主義とか言うたらあいつらより全然優れてるやんというふうに思ってたんですね、中国の方々は。絶対こっち側 のシステムの方が優れてると。それは2020年のもう5月頃には抑え込んでいましたから。で、普通の生活に戻ってらしたんですね、中国の方々は。それでこう、大丈夫やって、絶対やめん、アメリカやイギリス大変や、あいつらって、あいつらのやり方が間違ってんやって、こっちが正しいんやというふうに中国の方は思っていたんですけど、今になってですね、またオミクロンになってですね、前のやり方で封じ込めてできない。では感染力がものすごいですから、封じ込めできないで、ちょっとでも出たら、またですね、そのゼロコロナでですね、街を封鎖したり、家出んなとか言うたりするわけですね。で、家出んなとか言うてですね、その、じゃあ必要な食料とかで、ね、当局が用意してくれるのかと、それは違うわけですね。で、自費でやらなあかんわけだって、そういうことが何回も重なると、やっぱりですね、一般民衆、大衆の不満、という不満、不平不満というのは、崩壊として湧いてくるわけで、いやいや、なんやなんやねんって、優れてたんちゃうんか、我々の方が、とかって。で、その共産党って無病性が問われてるわけであって、その間違ったことをしてはいけないんですよ。だからゼロコロナは間違いやったとは、口が裂けても言えないはずなんですね。それをするにはですね、誰かがですね、地位を追われなあかんわけだって、追われるんだったら習近平ですね。だからそういうことになってはいけないから、ゼロコロナ政策を転換するにはまだあと何年もかかると思うんですけど、その間ずっとやるんであれば、民主はずっと苦しむわけですね。そうするとですね、駒のプーさんではないですけど、そういうその不満不平を表すいろんなこう、隠語やですね、ワードは隠語ですね、隠語やそのジェスチャーとか、例えばカラー、色であるとかですね、そういう、あるいはもう物体であるとかが出てきてですね、もう訳分からなくなって収拾つかなくなるぐらいに なってしまう可能性だってあるわけだって、そんなことよりもちょっと緩やかにやっときゃですね、そこまでこう窮屈で引くに引けないということにはならなかったと思うんですけど、今の習近平のやり方はもう徹底的にも力でもと押さえつけると、まあ、ゼロコロナのようにゼロ不満不平ということをやってるわけであって、まあ、ちょっと無理がありすぎるんちゃうかなという気がしますね。どこかで、うまくいってるうちはね、いいんですけど、ゼロコロナもうまくいってるときはね、民衆に支持をされていたんですけど、
これからね、ちょっとね、そんなに、その今までのやり方と、アルファ株の時代が2段階進化してますから、デルタ株になって、さらにオミクロンになってるわけですね。なんで、アルファ株のやり方、抑え込むやり方で成功したとは、いいえ、オミクロンでうまくいくかというと、それはうまくいかないだろうし、いずれそんなんね、あんなものすごい感染力ありますから、いずれ中国全土に広がるんちゃうかなと。それでもまた全国でロックダウンするんですかね。まあ、その辺よくわかりませんけども。とりあえず、当局はですね、ただのプーさん。プーさんですら認めないとか恐れていると。プーさんをも、プーさんみたいな小さなものも恐れているというぐらい、ナーバスになっていると。こういうのは逆の意味では弱みですよというお話でございます。ザクザクこのページ貼っておきますんで、確認されたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。